皆さんこんにちは人生100年時代生き方改革提唱者のマダマホです私たちは100歳まで生きて80歳までバリバリと現役で働く世代となりますなぜかというともし皆さんが60歳65歳でリタイア、定年退職をした場合でも100歳まで生きるとすれば次の35年から40年間の生活費だけでなく 医療費、特に病気それから入れ歯とかインプラントとか年を取るに従って歯のの治療費っていうのがかかってくるんですね。そういったものを十分に賄えるだけのその時の収入または不労収入権利収入それは 私のように投資から来るものであったりまたは副業兼業をして作るものであるわけですですからぜひ皆さんには今から人生設計をやり直してほしいと思いますで、その人生設計をやり直すということでいろいろなことを皆さんには提案しています今私は365日ちょうどバレンタインデーからバレンタインデーまで毎日ライブを していますこれも私自身のチャレンジなんですねこのように人間は習慣の動物ですこれは私の持論です人間は習慣の動物だからこそ毎日あなたの習慣を変える努力を意識的にしないとあなたの人生あなたの老後は 下がっていくんですね。残念ながら、現状維持をすると。必ず重力の法則が働いて下がっていきます。ですからこそ、毎日何か新しいこと、何かにチャレンジをしてみる。ただ、今の皆さんが、もう皆さんは。三十代、四十代、こう昔でいう中年以上になっていますと。生まれてから、これまでの。もう習慣の塊なんですね。と、例えば。口癖、同じ言葉を言う。 プラス思考でなろうと思っててもマイナスのことを言っちゃう。例えばうちの過強などはため息でさえダメなんです。ため息ではあってやるとこれは悪い運を引き寄せる。または金を逃がすと過境ミリオネアたちは考えるわけです。だから私の夫は子供の時からはあってため息をつくと怒られるわけですね。だから決してため息はしない。 まあ私も特に私は日本人ですけれどもやはり気が付くとため息っていうのは私の習慣にないわけですね。それぐらいい皆さんがが無意意識識に行うう潜在意識っていうものが大事ですですからできるだけ潜在意識に働きかけて自分をプラスに持っていく自分の自信をつける自分はできるんだということをやってほしい、まあ、そう思いましてもう30日切ったんですねこの 毎日のライブもそういったことで今日からちょっとでいいからあなたを変えてみましょうということでお話をしていますやっぱりね急に劇的な変化っていうのは無理なわけなんです例えば今普通の人が明日私から投資を学んで明日ミリオネアになるということはないわけですね投資でも何でもやっぱり勉強をして勉強するだけじゃなくてそこから皆さんが実施をやるそれでその実施の中でも実は 失敗をたくさんしないと皆さんんは成長ししません失敗して失敗して騙されて詐欺にかかってってやってそれを乗り越えてきてやっとミリオネアになれるんですねですからそれはちょっと大変なのでほんのちょっとだけほんのちょっとずつ毎日自分を変えようと思ったら多分1年後になると皆さんも私が1年間毎日ライブをしてきたみたいにやっぱり大きく変わっていると思います。 といったことで今日ののまず一つ目の提案これから私がいろいろ提案していきますからああだこうだつべこは言わずにとにかくやってくださいとにかく行動に出すっていうのが大事です。それが皆さんの幸せなお金持ちの第一歩ですということで今日皆さんにやってほしいのはあ石井さんは男性だからこれはちょっとあの適応しませんけど女性の皆さんに今日からやってほしい自分を変える一つはいこれです。 女性は皆さん口紅持ってるんですけども。まあ、やっぱり口紅は私は個人的にシャネルおすすめなんですね。っていうか、口紅はシャネルしか持ってないんですけど。ちょっと今これ使い、使ってるので、あれなんですが。わかりますか。赤の口紅使ってください。赤の口紅。なぜかっていうと、いろんな理由があります。やっぱり年を取ると。ね、あのティーネイジャーの時は。こうリップクリーム。なんか。 ピンク色の桜貝のようなとかピンクのリップだけで高校生とかティーンの子はいいんですねですけどやっぱり大人になってもう30歳超えるとやっぱりね赤がいるんですなぜかっていうとそうすると赤をつけることによって顔が華やぐ一つ。 2番目私のように自分に絶対的な自信を持っている人っていうのはやっぱり赤なんですよ。あのなんかこうベージュとかそうあずささん赤あこれねこれちょっとあの随分前に買ったので今もう売ってないかもしれないんですけどパリで随分前に買ってきたんですね。53番もう今売ってないかもしれませんごめんなさい。結構こうまとめ買いしちゃうので家に 新品のがいいっっぱいあってこれはね53番で書いてますけどただあの意外とね最初見た時はあちょっと鮮やかすぎるかなと思ったんですが今つけてるんですけど意外と意外と。ということでなぜ私たち女性女性軍は赤のリップかっていうとそのさっき言ったようにお顔が寂しくなるので赤でパーンとするっていう華やかにするっていうことと2番目皆さんが自信を持った 大人の女性になってほしいんですねまず自信を持つということあっ梓さんまあねこの53番ちょっとこれ古いのでおろしたてなんですけどずいぶん前に買ってたのが見つかったのででもあの近いもの何かあればずさんのお顔に似合う あのブルートーンの赤かもしくはオークル系の方だったらオレンジトーンの赤か何か華やかな色ね特にほら冬ってみんな黒とかのコートとか着てこう街全体が暗いでしょそういった時に口元だけでも顔だけけでででもも顔明るいい色っていうのは大事ですねでそれからねもう一つなぜ赤の口紅をつけてくださいって言いたいかっていうとこれ大事なんですよ。皆さんが国際的な 場所インターナショナルな場所に行くとしたらいつも言うように歯並びっていうのが日本の常識世界の非常識日本は歯並びがガタガタの鬼場鬼場を八重場がかわいいとか言ってますけど外国 から見るとこれはもう東南アジアの途上国もなぜかというと彼ら東南アジアはもともとイギリス領とかフランス領ベトナムはフランス領でシンガポール香港マレーシアはイギリス領インンドネシアもオランダ領だったんですねですから彼らは実は新興国と言いながら何百年もそういうヨーロッパに植民地化されてるから意外と中身は ヨーロッパ人なんですねですから彼らにとっても日本人の歯がガタガタそして歯垢がべっとりついた黄ばんだ歯あの特に皆さんタバコを吸う方コーヒーを飲む方あとあの中国茶ですねこのウーロン茶とかのペットボトルのウーロン茶あと紅茶を飲む方皆さん歯が着色しています。ですから汚いんですね歯垢歯垢に着色をしているからもうとんでもない。 あの日本の人って汚い歯をしていてでこれなんですけどなぜ赤かっていうと赤の口紅をつけるとほら分かります対比でで歯が白く見えるんですよほら前ゆ香子ちゃんはホワイトニングとか言ってたけどあのホワイトニングもまあいえばあのオキシフルを歯につけてあのあれなんだっけ UV ライトをやってるみたいでやっぱり歯がねしみるんですよねあの歯医者さんで。 やってもらうとだからあんなお金1万円2万円でホワイトニングで歯が痛くなってやるよりはいつも言うようにフィリップスダイヤモンドクリーンの電動歯ブラシでやって歯垢をきれいに取るだけでもそれからコーヒーとかタバコとか紅茶とかを飲んだ後にあのに茶渋をきれいに取るだけでこうなるんですが私の歯がなぜこんなに白いかっていうとダイヤモンドクリーンとこの赤の唇なんですね。 赤の口紅をすると女性の場合は対比で歯が白く見えます。これは本当にあの痛いホワイトニングをしなくってとっても手っ取り早いんです。逆にあの若い女の子のようなピンクベージュとかヌード系の色をすると歯の歯の汚さが目立っちゃうんですね。そういった意味で歯を白く見せるためにこの赤。 でまあ、個人的に私は口紅といえばもうシャネルでしょっていうぐらいあのディオールとか他の口紅は使わないんですね。シシシャャャネネネルルルなぜかっていうと皆さんあともう一つなでシャネルなのかっていうと皆さんあのお化粧直しっていうか公衆トイレに行って必ず口紅つけますでしょ人前で口紅をつけるっていうことは口紅ケースが皆さんのブランドなんですよ。んだからこういうい 人前で口紅を塗り直す時に安物のものもを持っていてはいいはけませんよくあのコンビニとかで売ってるあとそのスーパーとかで売ってるちょっと、ね、名前を言うとそこのメーカーに悪いから言いませんけどああいうものを持つのは高校生だけですいいですね親からお小遣いをもらって100円200円しか使えない高校生だけああいう安物ブランド私たち大人はこの口紅 っていうケースがあなたのステイトメントになるんですいいですこの家境ミリオネア研究家のマ窓、ま、も方が言っていますからこれはあなたのステイトメントですそれからあなたが何を持つかによってあなたの潜在意識あなたの習慣に働きかけてそれがあなたの行動パターンになってあなたが現実 具現化していく。だからやっぱりもし誰でもここに今来てらっしゃる皆さんは。幸せなお金持ちになりたい。豊かさと幸せを。私から学びたいと思って来てらっしゃるので。決して決して、あんな高校生の子供が何百円で買うような。安物だめです。やっぱり。やっぱりこれですね。皆さん、ココシャネルの、あの強さと賢さ。 私たちも手に入れましょうということでこれが皆さんんのステートトメントなでですすいいですねやっぱりこういうステートメントを持ってあそうなんです石井さんセルフブランンディングってすすごく大事なんですよだからこれを持ってでねやっぱりこの赤っていうのもああいうちょっと言葉悪いですけどしょんべん臭い女の子には <laughs> こんなの使えないわけです。 これはやっぱり大人の魅力洗練されたエレガントで知的な女性がつけて初めて輝くんですよこの赤の唇これがなんかあの普通のミーハーなおばちゃんとかどうでもいい人下品な人がこれをつけると下品になっちゃうんですねだからやっぱり私は皆さんには洗練されたエレガントな人になってほしいで、エレガントな人にしかお金といい男性は寄ってきません 本当にあの下品な女性にはお金持ちの男性来ないんですよやっぱり。だから何だろう例えば同じホステスさんでも銀座のホステスさんとどっかの田舎のバス上の,あの、ね、なんか女性と全然違うでしょでやっぱり全然違う経済力社会的地位を持った男性がそれぞれに行くわけなのでやっぱり皆さんこれですね ここからまずあなたの大人の女性としてのセルフブランディングを始めませんかそういった意味でえ今日から始めますちょっとだけ自分を変えてみようこういうのがチリも積もればあと1か月切りましたから私のライブもチリも積もればということで皆さんには是非来月のバレンタインデー私の1年チャレンジが終わる時には素敵な女性になって素敵な 男性と一緒になるようなことを提案していきたいと思います。はい。ではそういうことでうんを言わさず、うんたらかんたら言わずに私がこれだって言ったら、はい皆さん今日これからこれを買いに行ってください。赤の口紅ね。それからまあやっぱりシャネルが本当にコストパフォーマンスいいと思います。あの日本のブランドでめちゃくちゃ高いのありますけど、はっきり言ってあ,あいうのはあの外国っていうかこのインターナショナルな場では。 なななんんんんか日本のブランドそんなにブラランンドドそに力ないでですすよ皆さんこれです世界中欧米ヨーロッパに行っても東南アジアの新興国に行ってもアフリカに行ってもやっぱり誰でも知っているのがシャネル。ということでこれの赤ぜひやってくださいね。では皆さんまた明日ごきげんようさよなら